ん、こんばんは。本日もサタデー。子供たちも少々疲れている時があります。本日のゲストは3名のゲストでございました。本日も徹子の部屋の始まり始まり、イエーイ。皆さん、先生もいつもせかされると人は窮屈を感じます。早くしなさいではなく、待つということの余裕も大切だなと思っております。交通安全に備品、人を思いやる気持ちに勇気づける気持ち、日が変われば寒い日もあれば雨の降る日もあります。本日も失礼いたしました。